ピナーさよならシーン。待って、今から撮ろうっていうのに、ちょっとトイレ行きたいじゃないね。ハンドスピナーさよなら動画撮ろうよ。いや、もう撮っておる。あ、撮ってるん誰かさんが30過ぎてもハンドスピナーがって泣き出すから、しょうがないから。これをな、いかにどうやってな、こう、うまくな、3つ同時に回せれるかとかよく研究しとって。アホな、研究しとんな。ん？これ民族はな、バランス大事やからな、毎回調節するためにもばらけさしとんね。もうハンドスピナーやってた時ですら30なってたんちゃうか。なっとったかな。これ見て、ほら、金のスニッチ。反対や。口で捕まえな。肉の記憶があるもんな。口で開けていってくれ。それを口で加えたら来るから出していってくれ。いいのか。いいよ、私のハンドスピナー。やばい、おまけでついてくるチェキがバレと。バレと、お前隠して、俺の手で。まあいいや。おまけじゃないの、チェキは重要。スパイダーマン、バットマンな、それ。そうや、民族もどき。そうやないか、それ。これとか見てん、バリ可愛いから。めっちゃ可愛い。もう、可愛い。コカ・コーラ。このシリーズ好きやったよな、この観覧車スタイル。これ今思ったけどさ、ここにもピントあってさ、ヒカルさんとかの顔にもピントあるの、カメラすごない？ちょっとザー言わんといて。ほら、かっこよ。水玉。さあ、皆さんはどんな文がお気に入りですか？これ玉取れんねん。今も集めてる人とかいるんかな。玉取れんねん。俺ややって、30過ぎた大人2人がこれめっちゃすごいねんってハンドスピナー紹介してくるん。これめっちゃ心気に入っとった、この四角のタイプ。これ光んねん。あ、電池ないわ。最高。これ知っとる？取れんねん。あ、取れる？うん、ハモんだ。赤色。バットマンまだおるで。バットマン、そのバットマンは夜に消えられなそうだな。おしみパチッと。動画削除になる。危ない危ない。こう、なに、小学生男の子が好きそうなモデル。あ、取れている。ああ、あの温泉とか行ったら買いがちな剣な。修学旅行行ったらもうなんか買うやん。木刀か剣やろ。俺は妹木刀買ってきたけどな。もうかびってる。俺修学旅行で3000円でメリケンサック買った。また修学旅行でビーズグッズ3000円分買った。何しとん、それは。推し活すげえ。これローラーついてる。水が入っとん。あ、ミニオンすごいやろ。すごいって言え。で、このさ、いや、すごいってか、よう集めたなって感じ。うっす、これ。ダースのおまけやん、これ絶対。これ、あれやな、つむつむキャラになってるな、ディズニー。これとか可愛いね、ほら。ほんとだ。これ高いんです、これ。これ、時計屋さんが作った、ハンドスピナー。高いよ、落とさんといてよ、ガラスやから。へぇー。セイコーとかが作ったん。知らん。スーって回るな。そう、中も回んねん。あ、いや、見た。ミニオン2つ目。見たってか、多分映っと。これとこれ一緒や。一緒じゃないよ。これが一番高いん、結局。じゃあ。いや、一番高いのは違う。もう一個、5600円のやつが。これはいくらん？それ4000円くらいちゃう？これの、高っ。これの、なんかちゃんとしたやつがあるはず。違う、それじゃない。一番高いのは。どこにある？てか置き場所なくなってきた。さあ、これも便利ですよ。これ皆さん、ハンドスピナーだと思うじゃないですか。違うんですよね。荷物を引っ掛ける、こう。ああ、カバンとかトートとかはね。じゃあ便利ですよね。全然使ってないから別にいらねん、買ったやつやで、それと。そのカバンを。これなんかあれやな、ちょっとおもちゃ系。うん、ガチャガチャとかで出そうやね、これ。これもいいよ。これは何？ああ、ここがこういう風に回るのね。青は青、黒は黒。やべえ。これ俺結構好きやった。やべえ、どうしよう。あ、それ好き。本当に俺、心に今すごい自慢されてるのと同じ気分だよ。君たち。俺は。視聴者のみんなはどうかわかんないけど、俺はそういう気分やからね。あ、これ、5600円。要はさ、この、はい、
いい感じの。これ5,600円な。見つけたな人ある。これ何これ。え、これハンドスピナーのな、バッグな。これハンドスピナー入れじゃないからな、絶対。いや、ハンドスピナー入れよ。ほんまに言うと知らん。これなんか A、B とかボタンもついと。そう、ストレス解消。あの時なんかあのポチポチでこうストレス解消みたいなのも流行って。でも一緒に、俺無限プチプチとか無限枝豆は中学生やで。じゃあもう再流行りしたんや。え、これを、これの方が高いん、これ、こいつよか。そう。なんかコレクションとしてはこっちの方がなんか、重さもあって、いい感じするけどな。これ多分なずきさん回し方分からへんで。こいつや、こいつや、こいつや、こいつや。なにこれ、どうやって回すの。あ、ずきさんの顔撮りたいわ。これ、どうやって回すの。惜しい、惜しい、惜しい。ずき、惜しいぞ。惜しいぞ、そうやぞ。反発とかやろ。あ、うまく回らん。ストレス解消グッズ。溜まっていってる、溜まっていってる、はい、回してみて。ストレス溜まっていってる。どうやって回る。あ、1個でいくね、1個でやんね。これはなんだ。ハンドスピナー。おい、全然ストレス解消できんやそれ。粗悪品やな。すげえ強力、超強力磁石ね。だって指とか挟まったら痛そうなぐらい、うん、ああ上手、ああ上手だ。どんな顔してるかみんな想像して。できた。ルちゃんほらほら、あ、それ静かだね。ポチッと押してみ。これは全然こう、へえ。いやーやめてよ。やめてってばもう。刺すべ。ギリギリするべ。やめて。ちょ、頑張って出しよんねんか。何個ある？数えて。あ、これやちゃん。なんかめっちゃ回るやつおんねん。あ、これ一個ないわ。本当に人の趣味ってわからんよな。赤い分一個ない。赤い分1個ない。もうぽいやそれは。もったいな。え、もう好きなもんは好きやからな、ほんまに。なんでやろな。いや、分からん。今だ、なんていう、昔ハンドスピナーハマっとってんとかじゃなくて、普通に今も好きやからな。へえ。なんでなんやろな。分からん。これ重たくていいよ。回りやすい。回しやすい。ああ、やってますね。やべえ、無理や、ダメだ。みんなあれだぞ、これ先輩とかに勧められたら、すごいっすねこれっていうテンションで言わなあかんで、ね、これ俺のテンションで行くと怒られるからな。はい、これかびってるんでケース捨てます。はーい、めちゃめちゃあるな。ここから結構あるよ。結構総額使ってるんじゃん。買ってるやろな、うん、だってこれ5000円とかするやろ、うん、ここだけで1万円ぐらいやもんな。おもちゃ、なんラーメン屋のおもちゃとかについてきよったやろ昔は。うーん、まあ、これぐらいの大流行りしとる時ってことでしょ。めっちゃ流行っとったもんな。さすがに知らん人はいないんじゃないか。ニュースとかでもさ結構取り上げられてたしょ、 4,5 年前ぐらい。まあ、課金さん、正金さんがめちゃめちゃ紹介してくれたから、ね、なあ。結局どれがお気に入りなん ?1 位を決めるならば。私が一番気に入ってるの？うん。どこ行ったん？どこ行ったん？ごめん、全然どれの話か。時計屋さんはここ。時計屋さんじゃない、これ。これかな。そう、それよかったよね。これ、うん、このちっこいやつ、うん、ちゃんとま、これ、動画で見えるかわかんないけど、回ってるよ。ちゃんと結構すごいスピードで。ほら。こいつ本物や。なんなん、パチモンとかがあるの、うん、民族の偽物とか。これとかこれはパチモン。なんでわかるん、なんでそれが本物なの。メーカー名書いてる。ボロボロやん。水位みたいな。これも静かな、これ本物。めっちゃ静かやで。あー、音せえへん。え、これ俺もらっていい。ダメダメ、コレクション入れるね。これさ、だけどさ、下町の工場のおっちゃんとかが作ってるやつが一番回りそうじゃない。これな、充電式やね。え、光んねん、ここがレインボーに。ああ、光る。自動で回るんだったら何の意味があるんかなって。
回すことが面白いんじゃないかなと思って。でこれ流行った時さ、ほんまにユニバとか行くやん、うん、なんかこうパレード待ちの子供たちこうやってずっと回しとったで、うん、あ、いやいや、わかるよ、流行ってたのは知ってるよ、もちろん。何それ、え、それ許されるん、キャンディーだけやで指輪キャンディーだけやからそれ許される。ここにないけどな、スマホケースの好きなもん、ね、あ、あったあった、そもそも外れんようについてるみたいなこと。そう。うわ、ちょっと私こっちのネックレスをつけときたいから、こっち外すわ。お前何関係ない話しとんね、今ハンドスピナーなんせ。あれやで。それもハンドスピナーなん？ハンドスピナーじゃないよ。あ、びっくりした。スーパーナチュラルの。ああ。今。こだわりやん、こだわり。今ハンドスピナーも首についとるんやったらもうこいつ正真正銘やなと思ったけど。びっくりした。大体でもカバンに入っとったやんの。え、てか俺この前までカバン入れとったもんな。うん、え、ナナに壊されて。あ、そうなの。あ、こんな感じのやつやって、こう、シマントが開いた時。そう、シマントが開いた時。そう、電車の中で渡しといて。長くなった。子供がおとなしくなるアイテムやんか。いやいや、まあ。もう引いとんねん。どうしたらいい？ドン引きやで。これ、カバンの中入れとって。ダメやって。なんでなん？めっちゃ欲しいねんけど。中等法違反、買え。私のチェキと一緒に買え。わかった。わかった。お前、嫁のチェキとサンドスピナー買う旦那やん。なんか嫌やぞ。メルカリで。チェキ2枚入れて。え、チェキと何入れよ、めっちゃ。いや、チェキとこれだけど俺買うよ。いや、そうやねん。それ買ってくれるか心配やねん。俺が買うから。俺は買うかもしれん。他の人は買わんかもしれん。いや、まあ、チェキをゴミと、あ、チェキをゴミとするか、あの、ハンドスピナーをゴミとするかっていう人もいるかもしれんけど。だってサイン入りやで。いやー、今更いらん可能性もあるけどな。だから、それはこんなん、こんなんが当たりってことやろ？そう、それが、あの、それ大当たりやな。なんで、種類的には。それは大当たりっていうか、あの、大当たりって、中身ランダムで売るんちゃうから、中身わかるよ。これとこれは、あの、大当たりですよ、皆さん。あの、早いもん勝ち。泣く手放します。これもダメ。だって、そもそもこれ、物がいいやつと、一番のお気に入りやろ。漬けさんもあげるで、一個。うわぁ。一個な。うわぁ。一個だけやで。どうしようかな。俺これもらったなんだあいつ、なんだあいつ、どうしよう。1個だけやで、ななちゃん。これコメントなんで、ハンドスピナー1個だけあげる。あの、私も欲しい、僕も欲しいみたいなのがあったら、これ俺出すわ。え、もらっときにちゃんと持っとけよ、大事に。ハンドスピナー1個だけあげる。ななどれだろう。チェキ踏んなよ。1個だけ、1個だけいいんやって。触ってみてもいい？うん、いいよ、もちろん。きた、これすごいよ、ななこれ、うん、これよ、これ。こっちも回るし、一個外すだけでなんかバランスめっちゃ変わるっていう。これ何？ちょ、ナナ、ちょっと待って、この箱を押したか。かわいい。うん、かわいいよね、これ。これ好きやったな。な、一個もらえるんか、どうしようかな。これ誰、これもらったやつやね、これ。あ、そうなの？ハンドスピナー好きの娘のために。え、もらったって、どっかからもらってきたってこと？なんか工場かなんか行った時にもらったとかって。へぇ。スニッチかなぁ、もらうんやったら。あ、どうぞどうぞ、スニッチ。金のスニッチ。どうぞどうぞ。もうスニッチハリポッターやん。じゃあ、いいありがとうございます。ね、あー、ちゃんと回るな。意外と回したらちゃんと回らんやつもあるからな。これも静か。なら、これ押して。スニッチっぽい。いや、おさん、やめとき。子供あかんで。子供あかんで。やめとき。ギュッてして。やめときて。逆に気持ち気がしてた。やめても。爪汚いで、あんた。まだ手洗ってない。これもハリーポッターっぽい。確かに。この葉っぱすごいな。よし、チェキ取らせてくれ。はい。解散。ポケットの入れよう。解散。私これだけ持っとこうかな。高いねん、これ。これ高いんよね。まあまあまあ、一個ぐらい残してもいいのかなとは思うよ、さすがに。これだけ持っといていい？これ何？でも一番気に入ってるのはやっぱそれやねん。これ？うん。それ気に入ってる。なんで？わかんない、ママこれが好きなんで。俺もそれ食べた方がいい。ナナ一個ママからもらえるのどれにしたん？まだ決めてる。これ持ってる？持ってるん？あんたも持っとる？そう、持ってる。ナナも持ってるで、結構。持ってるで、これ。なん？はい、これ今あのチェキ返してる。はい。わあ。はい、笑って。ああ、可愛いですね。CD の特典券3枚になります。特典券。会話したらあかんっす。これやったらさ、いっぱいだ。これ一回ちょっとこう設定。
家の方がいいかな。え、でも行けとうやろ。ちょっとママ、ママ。ママ今得点返しとか。これさ、こっちが回るんじゃなくてこっちが回る。回りますね。残念。残念。これ可愛い。待って、こんなさ、ああいう感じのさテンションでいたけどさ、回してたら意外と楽しいな。やろ。回しとる回しとる。やろ。こうつい回し続けちゃう。え、ナナは勝負しちゃう。勝負？何を勝負する？うん、これとこれ。ここでラブラブで写ってるチェキはぜひ購入してください。もう動画では写さないんで。もう2つだけ。激レアやな。3枚になった。すごい音するな、それ。ゴー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 って。あと2枚くるな。え、これめっちゃ写り良くない？さあ。ななさん、何を選ぶんでしょう。こいつのシャッターが、これママいる？近い方がやっぱ綺麗ないよ。一個だけ。それダメ。売る、それ売る。それは一番大当たりなんや。はい。ありがとうございます。大当たり希少で。ありがとうございます。待って、違うね。こんだけお前チェキ取らなかったのか。ちゃうで。3分の1ぐらいは。うんうん、参考入れとかするよ。ななまだ決めてねんで。早く決めてよ。これめっちゃ写り良くない？違う。ああ。なんかチェキっぽくない？チェキっぽい。もうちょっとそれ色出るやろ、多分。近い方がいい。ちょっと待ったら。ママ、可愛いやつどれ？近い方がいいと思う。光量が当たってるし、立ってる。それ立ってるから。ナナちゃん気に入ったやつにし、好きな分にしていいよ。え、この袋？ゴミって。まあ、カビ取るって。あ、そう、カビ取んねん。よくこれ見つけたな。あれ？ならへん。電池なくなったんかもしれない。あ、なるわ。で、これは入れ替えといて。これ俺あの光るんドアから提唱したことですよ。光るんドア、ま、魔法大臣から来て。漬けには金の巣に、だからスネープに殺されとるで、あばらけだぶらで。あ、言ったらあかん、それ禁術や。ボルテボーツ。おい、俺が最近ちゃんとハリーポッター全部見返して、ホグワーツレガシーも全クリしちゃうんやから。やめろ。ナナがさ、決着ついてないわ。なんで決着ついてない？え、じゃあ、違う、あのさ、杖屋さんで言ったらあかんさ、人の名前。めちゃめちゃ最初やん、それがさ、ボルデモートか。あかんあかんあかん、静かにして。ボルデモートか、ハリーポッターか言ったらあかんね。ハリードルかもしれない。あ、そうか。それ確信に迫っとんの、だいぶ。それ確信に迫っとるから。じゃあ違う、アナグラムかもしれない。待って、それ秘密の部屋見とるな。やつで決着してるのがハリーポッター、ダンブルドア、アバラキダブラ。あった、あかんかん。どうからだけ今から詰めながら考える。ここからは存在しない。詰めながら考えます。悲しみとともに。悲しみいっぱい遊んだなって。すごい遊んだのにな。これ何？それカバンかけれる。これさ、全部こう回してやっとったらさ、うん、絶対この辺行った時にこっち止まってんねん。まあそれそうやろな。どうにかして全部回そうとしとったもん。心ずっとやっとったもんそれ。あの、ほんと何年か、何年前ぐらい、 2,3 年は経つんちゃう。やりだした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 。はい、ってことで、メルカリの方でね、わすごい、チェキとハンドスピナーが、私のハンドスピナーを受け継いでくださる方がいらっしゃるのでしょうか。この集めに集めまくったハンドスピナーを飾っとくのに、やっぱ一番俺これやっぱいいと思うけど、これぐらいの重い感で売るからね、みんな販売するからね。これ大事にしてよ。赤あったもん、これどっか行ったけど。それではメルカリの方で、いつ、はい、いつか、いつ、動画出る時には出てるか分かんないけど。出てない、まだ。動画出た時にはまだ出てない。お楽しみに待機しといてください。ほら、見て。個数にね、限りがあるんで。ね、じゃあ、さよなら。見て。これ結構回すんで、再生も。あ、そうなの？ハンドスピナーだけに。